1>, 1号艇、須藤博道選手です。まずは輸出おめでとうございます。ありがとうございます。初日から3日目までオール2連隊の安定感、船足の特徴としてはどんな感じですかそうですね。まあ安定版ついて、えー、出足系統が良かったなという印象です。今シリーズのその調整の方向性としてはどのような感じでうん、そうですね。伸び、正直、伸びつけたいんですけど、 えつかなかったとっいうだけで、えーまあ、最初から乗り心地は悪くなかったので、はいえー、バランスは取れていますであと、安定版がつかない、まあ今日のレースへの対応とかコンディションの違いというのはどう感じますかまあ朝乗って、まあ、そうですね6人同じ条件なんで、まあ、ちょこちょこ、えー、微調整しながら、えー、優勝戦を迎えたいなという印象です朝練習での何かいい手応えというのはありましたでしょうか。 まあ、こ、まあ、てえは、あんまり、分かんなかったんですけど。まあ、スタートの顔をね、修正する、作業だったので。まあ、スタートを思い切っていきたいなっていう、感じです。今節のスタートタイミング良さげですか。良さげですか。<laughs> いや、その、スタートタイミングの数字自体が良さげです。良さげです。はい。はい、あとその、改めて戸田の一号手で良い結果を残すために、大事なところ、どんなところですか。うん。そうですね。 まあ気持ちですかね、ちょっと最近負け続けているので、しっかり強い気持ちを持っていきたいと思います。では優勝戦の意気込みをお願いします。はい、えー、最後しっかり走って優勝します。お祝よろしくお願いします。二号艇大沢風紀選手です。輸出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。<laughs> まず大沢選手にお伺いしたいのは、最優秀新人選手の表彰が近づいてきた中で、近況のリズムも含めて、今シリーズ並々7の意欲はあったんじゃないですか。 そうですねやっぱり注目、それだけでされ、はい、るようになったので、失敗できなないいような、はい、レースを心がけていますで今節の大沢選手が31号機巡ってきまして、その専門誌掲載の大沢選手のコメントを拝見しても、かなりいい感じですかいや、かなり、はい、全部いいですね、もらったときから手応えがかなりあったので、もう、かなり、はい、気に入っていますあえてその中でお気に入りのところを挙げていただくとすれば。 その伸びを中心に、はい、気に入っていますあと、まあ、安定版がつかない今日のレースへの対応としてはやっぱりあの調整が変わってくるとは思うので、あのまだ時間はあるので、少しずつ調整できればいいいなと思います朝練習の手応え、どうでしたか安定版外して、そのまま行ったんですけど、まだあ,のあってはない状態だったので、はい、合わせれたら、はい、いいですね。 レース本番、チルト角度としてはどうお考えですかマイナスで行こうと思います。あと、まあ、二号艇ということになりますが、枠なり主張でいきたいところですかそうですね。はい、そうしようと思います。二号艇でどう攻めたいですかま、体型にもよりますが、ちゃんと差しをメインではい考えます。では、優勝戦の意気込みをお願いします。はい、あのー、ちゃんと、 一号艇が大スターなんですけど、あの中ボスぐらいにはなれるように頑張ります。三 <laughs> 号艇、重木照彦選手です。輸出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。重木選手に巡ってきたのは三十六号機、まず全県で手にされている印象としてはいかがでしたか。まあ、普通ですね。はい。そこから、その今節の整備の方向性としてはどのような感じで。まあ、ペラやっただけなんですけど、まあ、安定版でよくわからなかったんですけど、まあ、着取れてたんで。 なんとなくいいんかなっていうぐらいですね。はい。船足の特徴を挙げていただくとすれば。ま、全体的にまあバランス取れてると思います。はい、あとまあ安定版がつかない。その今日のレースへの対応としては、今日はまあちょっと朝特訓してみて。まあ普通だったんでまちょっとペラやろうかなっていう感じですね。はい。あと、レース本番へ他に言わずに求めたいところっていうのはありますか？ 上積み、まあそうっすね、まあ足を全体的に良くしたいですね。はい、あと、茂木選手にとっての戸田との水面相性、どうですか戸田は、まあ別に苦手ではないんですけど、あんま多分ん優質とかはないと思うんで、まあ、ちょっとアウェーな感じ、関西人なんで、ちょっと、絡み狭いですけど、頑張ります。<laughs> でもあの昨日の悔しさを取り返したいというのはあるんじゃないですかそうですね、もうちょっと今節取りこぼしている1号手とか、まあ、昨日のちょっと後半とかも、ちょっと取りこぼして、ちょっとお客さんに申し訳ないんで、まあ、優勝戦はしっかりしたいですね、はい、優勝戦3号手になりますが、やはり枠なりは主張したい感じですかそうですね、はい、もう枠なりのつもりです。はい、3号艇どう攻めたいですかまあもう 優勝戦なんで、もうみんな出たと勝負と思うんで、まあ、はい、一着狙って頑張ります。では、改めて優勝戦への意気込みをお願いします。はい、えっ、ー、と、刺激的なレースできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。4号艇、平山千佳選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。 えー、今シリーズ前半は3連勝で始まってで昨日開催3日目外枠にそうしのぎながらという感じですがご本人この3日間どう感じてますかはい船し船足のおかげで輸出できたと思いますその船足特徴的なところをポイントでちょっと上げてもらうとすればまあ全体的にいいんですけど特に出足関係が良さそうですその今シリーズ調整の方向性としては まあ、序盤にプロペラを叩いて、それが良かったみたいなので、まあ、これをベースに安定版が取れたので、ここから調整していきたいと思います。今日の朝練習の手応えとしてはいかがでしたかまあ朝は水面も良かったですし、まずまず乗り心地も良かったので、まあ、微調整でいこうかなっていうふうに思ってます。ととの水面相性としては 戸田はあまり来る機会がないんですけど、相性はいい方だと思ってます。今節スタートの見え方としては。ちょっと分からず、行ってしまって、ゼロ一行ったんで、あとは気をつけて、一定し、目指して、行って。って感動です。はい、優勝戦の四号ってやはりここ枠なり主張の感じですか。まあ、理想は四コースから行ければ、いいなと思ってます。優勝戦本番、どう攻めたいですか。 あれがしたいですあれそれはあれが叶うための仕掛けですねあれあれです <laughs> 気になりますか <laughs> 気になりますかこれですなるほど <laughs> なるほどなんか買えるらしいんでもしあの買って来て応援してください私も今日これ来てレース望みますではもう一言言い込みお願いします <laughs> はい <laughs> はい。えー、私、個人的に YouTube をやっていて、えー、戸田ボートレース場はおすすめするボートレース場トップ3に入っているんですけど、まあ、選手目線で言っても、本当に戸田は宿舎もきれいになりましたし、ご飯もおいしいし、低運の方も親切だし、もういろんな方が親切で、もうすごく戸田ボートさんすごいなっていうふうに再認識しました。また、えー、呼んでもらえるように、 優勝戦頑張りたいと思います。心を込めて走るので皆さんも応援してください。ご豪庭佐々木康幸選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。まず今節のご自身の船足の特徴としては、ああ今の段階ではもう本当普通になってくれたので、まあここら辺ぐらいかなと思ってますけどね。はい。着取りがこう2日目にガラッと良くなった感じですけど、その要因としては、まあ初日があまりに悪かったって感じですかね。 はい、あと、その朝練習の感じとしては今日ね安定版取れたんで、ちょっと強めに止めてったんですけど、ちょっと失敗してましたね、止めすぎましたね、ちょっと昨日の形に戻します、はい、あと優勝戦本番、コース取り、シビアに主張する可能性はちょっと考えておいた方がいいんでしょうかいや、今、まあ、枠なりだったら枠なりでと思ってますね、はい、あと佐々木選手にとりまして、24条制覇を目指すお気持ちはそうですねまあ うん。まあ自然体でいきたいと思います。うん。では優勝戦の意気込みをお願いします。はい、ええー、最後い一杯エース見せたいと思います。よろしくお願いします。六号艇杉山貴洋選手です。輸出おめでとうございます。ありがとうございます。あのう、ー。巻 <laughs> きでお願いします。あの次のレース買えなくなっちゃうんで。はい、お願いします。ただちょっと得点率がちょっと劣勢のところから輸出できたのは喜び大きいんじゃないですか。そうですね。あんま何も考えてないですけど。はい。 昨日のレース2走して連勝でしたが良かったところどんなところですかまあ、乗りやすさはあると思いますあと優勝戦本番に向けて上積み望みたいところありますかそうですね休み明けあの安定版ついてたんでまあ、今日の方が分かりやすいと思うんでしっかり調整できると思います戸田の水面だったら6 5 1でもチャンスはありそうですかまあなんかあんまちょっと考えられないですけどはい精一杯頑張りますはいでは優勝戦の意気込みをお願いします そうですね。あのー、飛んで埼玉じゃないですけど、飛んで千葉になれるように頑張ります。<laughs> あのー、一応ライバルなんで、はい、頑張ります。はい、六号艇の杉山選手でした。